前にちょっと曲げていただいて、はい、こんな感じで、はい、いい硬さですよね、はい、はい、あまり健康な人だとね、やりづらいんですよね。後ろ空もちょっときついです。はい、はい、ねじりましょう。あ、ねじっていただいていいですか。はい、もうこんな感じですね、はい、はい、特にこっち動きづらいですかね、わかりますか。右行きづらいと、この位置に止めといていただいていいですか。これ大臀筋の筋肉なんですが、あ、もう苦しそうですね先生、いい反応を示していただいて、まあ、本当はこうやって押すわけですけど、押さなくても分からないぐらい弱いですよね。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれでもう一度押すようにしていただけますか。柔らかくなりますよね。関節の中で一番大きくなるところが柔らかくなりますから、そうすると、じゃあ前曲げと、はい、後ろ反ったりねじると、はい、後ろ、後ろがしなやかですよね、はい、ねじる、はい、右がダメだったんですよね。右行きますよね。一回やってみましょうかね、ぐらいですかね。じゃあ先生、うつ伏せにちょっとなっていただいて、よし、こうすると左側が長いね、左側が長い。そうなるとこっちの骨盤が前方回転ですね、前方、こっちは相対的に後ろという感じになります。半分ぐらいがこう当たるようにこうします。実際やってみますと、しっかり押さえてから、はい、お願いします。はい、結構です。はい、ちょっとお願いします。はい、はい、反るのはだいぶ軽い感じがします。仙骨と L5、L4 に対するアプローチ、最初が仙骨です。ずれますので、それよりも少し下から関節にアプローチするようにした方がいい、関節へのアプローチができます。少し患者さんに丸くなってもらいます。はい、はい、でなおかつちょっと前に曲げてください。右に倒れて、右肩が上がってって感じですよね。よいしょ。痛みってどっかあります？この辺が違和感ですかね。くびれのところを僕らは帯脈と言います。帯の脈と書いて帯脈と言って、その帯脈にはちょうど外腹斜筋、内腹斜筋、そして腹横筋とかがよく働く。なんでそこに対して僕らはアプローチをします。ちょっと先生すみません、こうしていただいて、こうすると外腹斜筋がこう伸びるんですけど、その時にリリースをするんで、こう当てます。そして、はい、右も良くなってますよね、はい、左こんだけ変わります。ね、こっちちょっと硬いですかね、張りますね。でもう一つ、実は今こうデモでここやりますけど、お土産の話で言うと首にすごく関係します。首に関係します。ちょっと側屈をしていただいていいですか。どっちも伸ばした方が、どっちも硬いというところで、じゃあさっさっといっちゃいましょうかね。これで前腕のストレッチ、あ、ないですね、すごい変わります。だいぶいいです。首ちょっと動かしてみましょう。お、後ろからだと分かります、ロムが上がりますよね。こっちがだいぶ行きますよね。ですから長径の時にこう揉むようなことやりましたよね。僕はこう雑巾絞り、そんな難しいテクニックじゃない。先生、自分の手触ってみてください。お、すごいですね。ね、ふにゃふにゃになります。ふにゃふにゃになります。ね、柔らかくなりましたよね。
はい。